稲荷神、稲荷神、稲荷神は稲を象徴する、国霊神、濃厚神。稲荷とは、食物の神、床の御玉、狐、三欠の神、油揚げ、稲荷寿司、旅芸人が町回りで建てる細長い旗などを指す語。稲荷大名神、お稲荷様、お稲荷さんとも言う。稲なりの意味だったものが、稲を担う心臓の姿から後に、 稲荷の字が当てられたとされる。元は古代社会において、トライの果たしから伝わった氏神的な稲荷信仰であり、果たしの勢力拡大によって信仰も広まっていった。本来の他の神の祭場は狐塚、狐を神として祀った塚、狐の住みかの穴だったと推測されるが、近世には京都の伏見稲荷を中心とする稲荷信仰が広まり、狐塚に 稲荷が祀られるようになった。五穀を司る神、丘の御霊と稲荷神が同一視されることから、伏見稲荷大社を含め、多くの稲荷神社では、丘の御霊を主催神としている。稲荷は、穀物、農業の神だが、現在は商工業を含め産業全体の神として、信仰されている。稲荷神は、神仏集合思想において、 仏教の女神である、抱き二軒とも集合したため、仏教寺院で祀られることもある。稲荷神を祀る神社を稲荷神社と呼び、京都市伏見区深草にある伏見稲荷大社が、日本各所にある神道上の稲荷神社の総本宮となっている。伏見稲荷大社では、狐は稲荷神の神使とされる。稲荷神は、和道四年、百十一年に、 山城国東海山、稲荷山、すなわち現在の伏見稲荷大社に鎮座したと伝えられている。もともとは京都一帯の豪族、畑市の氏神で現存する旧社家は大西家である。神道系の稲荷神社では赤い鳥居と紳士の白い狐がシンボルとして広く知られる。廃物希釈が起こる前の仏教系寺院でも鳥居が建てられ現存する寺院もある。 元来は、五穀法上を司る神であったが、時代が下って、商売繁盛、産業交流、家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されるようになった。稲荷は、稲荷と表記するのが基本だが、稲尾や、当世、稲荷とする神社も存在する。神道の稲荷神社では、古事記、日本書記などの日本神話に記載される羽化の御霊神、 ウカノミタマ、ウカノミタマの命とも書く、豊焼姫命、と、ヨウけ姫、メ、捕食人、受け持ち、大仙とビメガミ、おおげ姫、ワカウカウリガミ、ワウカの目、五仙つガミ、ミなど、穀物、食物の神を主な祭神とする。これは、稲荷神が稲の神であることから、植物神のウカノミタマガと同一視され、後に、他の植物神も集合したためである。 総本宮である、伏見稲荷大社では、主祭神である羽化の三霊大臣を、中央の下社、助ケ彦大臣を、中社、大宮農売大臣を神社城に据え、明王八年、千百九十九年に本殿に、合祀された、左右の拙者、田中大臣、四大臣と共に五柱の神を、一宇正殿、一つの社殿に合祀する形に祭り、これら五柱の祭神は、 稲荷大臣の広大な神徳の神明家としている。稲荷者によっては、祭祀する祭神が異なっており、以下に例を挙げる。また、豊家稲荷神社では、大名口の命を、助田美子大臣、大宮姫命を、田中大臣、受け持ちの命を四大臣に、有徳稲荷神社では、大宮売大臣を、アのおウめの御事に当てている。稲荷系の神社では、玉物前、九尾の狐 摂生石が祀られていることもある稲荷神は神仏集合思想においては仏教における妲己二天と同一視され豊川稲荷を代表とする仏教寺院でも祀られる日本の神社のうちで稲荷神社は二千九百七十社主祭神として三万二千社境内社合志などすべての分子社を数え屋敷神として個人や 企業などに祀られているものや、山谷や、路地の少子まで入れると稲荷神を祀る者はさらに、膨大な数に上る。稲荷神社は、日本全国に点在するが、その中でも東日本に多く信仰されている。これは、江戸時代、稲荷信仰が江戸を中心として流行したためで、江戸の町の至るところで見かけられるものとして、伊勢や、稲荷に、犬の糞とまで言われるようになった。 例えば、武蔵府中においては、明治時代初期に市内に6カ所で稲荷神社が祀られており、市内の家々の屋敷神は566軒にも上るなど、多摩地域においては顕著である。日本語学者、松村明が監修したデジタル大事線では、稲荷の意味として、狐、三毛神がある。民間伝承において、稲荷と狐は、 しばしば同一視されており、例えば百花、百仮節林、百仮節林、百仮世遺林に、稲荷というも、狐なり狐というも稲荷なりという女わらべの歌が、記されている。また、稲荷神が、きき天皇、滝二天、三狐、三狐、三狐の、脱ぎ狐、イいなと呼ばれる場合もある。日本では、弥生時代以来、 蛇への信仰が根強く、稲荷山も古くは蛇神信仰の中心地であったが、平安時代になってから狐を紳士とする信仰が広まった。稲荷神と集合した丘の御霊神の別名に五千津神、三欠の神があるが、狐の姑名は欠で、そこから三欠の神に三狐神と当て字したのが発端と考えられ、やがて狐は稲荷神の使い、 あるいは眷属に収まった。なお、三狐神は、作字とも読む。時代が下ると、稲荷狐には朝廷に出入りすることができる、妙部の格が授けられたことから、これが、妙部神と呼ばれて、上下者に祀られるようにもなった。上へ記されているように稲荷神は、もともとは、農業神であるが、狐は穀物を食い荒らすネズミを捕食すること、 狐の色や尻尾の形が実った稲穂に似ていることから狐が稲荷神の使いに位置づけられたとも言われる。江戸時代に入って稲荷が商売の神と公認され大衆の人気を集めるようになった。またこの頃から稲荷神社の数が急激に増え流行り神と呼ばれる時もあった。また仏教の脱木二点は日本では狐に乗ると考えられ。 稲荷神と集合されるようになった。今日、稲荷神社に祀られている狐の多くは白子である。稲荷神社の前には、狛犬の代わりに、宝玉を加えた狐の像が置かれることが多い。他の祭神とは違い、稲荷神には、新種、赤飯の他に稲荷寿司及びそれに使用される油揚げが備えられ、ここから油揚げを使った料理を稲荷とも呼ぶようになった。 ただし、狐は肉食であり、実際には、油揚げが好物なわけではない。伏見なり大社を創建したと伝えられる、旗氏族について、日本書紀では次のように書かれている。平安時代に編纂された、新先生四録記載の書茂る、虎よび貴家系氏族のうち、約三分の一の多数を占める、旗氏の孔によれば、中国、新の始皇帝十三世孫、 宝部王の子孫にあたる、九徳王が、中愛天皇の御世に、また、有頭王が、王神天皇の御世に、127件の果たしを引率して、朝鮮半島のくだらから帰化したという記録があるが、から、かや、または白らから来たのではないかとも考えられている。白らは古く新刊イコール新刊と呼ばれ、旗の移民が住み着いたとの伝承がある。有力天皇の頃には、 当時の国の内外の事情から多数のトライ人があったことは事実で、とりわけ、旗氏族は絹織物の技に秀でており、後の律令国家建設のために大いに役立った。朝廷によって工具されていたことが伺われるのも、以上の技能を高く買われてのことだと考えられている。彼らは、機内の豪族として、専門職の地位を与えられていた。不格差の畑氏族は、和道四年、 711年東海山山、ケミネの平らなところに稲荷神を笹口にし、山城盆地を中心にして、稲荷社、現、伏見稲荷大社を建てた。深草の旗地族は、系府の上で見る限り、渦正の旗地族、すなわち、松尾大社を祀った新鳥、旗の鳥の弟が、稲荷社を創建した旗色巨、具となっており、いわば文家と考えられていたようである。 山城国風土器一文には、稲荷社の演起として、次のような話を載せる。旗市の祖先であるイログ信仰、イログの旗の君は、冬におごって、餅を敵にした。するとその餅が白い鳥に生かして山頂へ飛び去った。そこに、稲がなったので、岩たるなり小引き、それが社の名となった。イログの子孫は、先祖の過去の過ちを食いて、社の木を根ごと抜いて、屋敷に植え、 それを祀ったという。また、稲成りが転じて、稲となり、稲の字が当てられた。とが、平安系に移されると、この地を基盤としていた畑氏が、政治的な力を持ち、それにより稲神が広く信仰されるようになった。さらに、当時建造の際に、畑氏が東海山から木材を提供したことで、稲神は、当時の守護神とみなされるようになった。 二十二社本園では空海が稲荷神と直接交渉して守護神になってもらったと書かれている。神としての異界、神界も天朝四年八百二十七年に純な天皇より十五位下を授かったのを皮切りに上昇していき、天行五年九百四十二年には最高の小一位となった。当時では、神言密教における二天二天インドの女神、 ダーキニーに稲荷神を集合させ、新言宗が全国に布教されるとともに、ダーキニテンの概念も含んだ状態の稲荷信仰が全国に広まることとなった。ダーキニテンは人の心臓を喰らうヤシ神で平安時代後期頃からその本体が狐の霊であるとされるようになった。このダーキニテンとの集合や中国における妖術を使う狐のイメージの影響により、 稲荷神の使いの狐のたたり神としての側面が強くなったと言われる。稲の神であることから、植物神の丘の御霊神と同一視され、後に他の植物神も集合した。中世以降、工業、商業が盛んになってくると、稲荷神は農業神から工業神、商業神、屋敷神など福徳海運の万能の神とみなされるようになり、 感情の方法が容易な申請方式となったため、農村だけでなく町ややぶけにも盛んに感情されるようになった。江戸時代には芝居の神としても敬われるようになり、芝居小屋の楽屋裏には必ず稲荷明神の祭壇が設けられるようになった。明治政府による神仏分離の際、多くの稲荷者はうかの御玉神などの神話に登場する神を祀る神社になったが、一部は 滝二にを本尊とする寺になった。稲荷寿司は、お稲荷さんとも呼ばれており、稲荷神社の稲荷神、稲荷、つまりお米の出来を司る神様から、俵を模した俵型の寿司が、稲荷寿司となった。三角形の稲荷寿司が狐の耳を模しているという説もあるが、狐は肉食であって、油揚げを好むわけではなく、 稲荷神社の狐と関連させた後付けともされる上記の稲荷神と狐を参照。稲荷信仰は様々である。神道的なりで、祭祀者が神職で、羽化の御霊神、保守職人などを祀る神社によるもの。仏教的なりで、祭祀者が僧侶、主験者で、寺の鎮守道で、滝に点を祭祀しているもの。民族的稲荷で、祭祀者が土地所有者や、氏子。 公院などで、狐神、山の神、水神、福神、五霊神などとして信仰されているものがある。稲荷神社では、2月、新暦、旧暦最初の馬の日を初馬とし、初馬祭りが行われる。これは、伏見稲荷神社の祭神が降りたのが、同4年、711年2月の初馬だったからと言われる。安頓に、地口とそれに合わせた絵を描いた。 自口安藤を街頭に飾ることもある。以下の神社仏閣十四社寺は日本三大稲荷の一つに挙げられている。どの寺社を日本三大稲荷としているか丸印で示している。寺は寺社を示す。他の寺社から日本三大稲荷とされている。寺社名は薄い赤色。他の寺社から日本語大稲荷とされている。寺社名は薄い青色とした。一般的には伏見稲荷。 大社、笠間稲荷神社あるいは豊川稲荷、遠福山豊川閣明源寺、有徳稲荷神社の四社寺が挙げられることが多いが、伏見稲荷大社によれば、日本三大稲荷神社について、寺社以外の二社は、様々な説があって特定できないとしている。通常、総本宮である伏見稲荷大社は必ず挙げられ、ついで仏教系の豊川稲荷が含まれることが多く、この二社寺は稀に、 日本に大稲荷とも呼ばれる。三社締めは地域によって異なるのが普通であり、例えば東北では竹駒神社、関東では笠間稲荷神社、中国では西条稲荷、西条東丘山明教寺、中国でも島根県では太し堤谷稲茂神社、九州では有徳稲荷神社が挙げられることが多い。名称には揺れがあり、例えば伏見稲荷大社では、 日本三大稲荷神社、竹駒神社や、氷炭山稲荷神社では、日本三稲荷、玄黒稲荷神社では、日本三社稲荷と称している。日本三大稲荷神社とした場合は当然ながら、寺院である、豊川稲荷と、西条稲荷の二寺が含まれなくなり、神社である、有徳稲荷神社や、笠間稲荷神社などが挙げられることが多くなる。なお、 必ずしも自称していることを示しているわけではない。笠間稲荷神社、有徳稲荷神社、竹駒神社、西条稲荷、氷炭山稲荷神社、玄黒稲荷神社などは積極的に称しているが、他は称していても消極的であったり否定していたりする場合もある。例えば、千代穂稲荷神社は自身が日本三大稲荷であることを否定している。 以下の神社仏閣十四社字は日本語大稲荷の一つに挙げられている。どの神社を日本語大稲荷としているか丸印で示している。字は、寺社を示す。他の寺社から日本三大稲荷とされている。寺社名は薄や赤色。他の寺社から日本語大稲荷とされている。寺社名は薄や青色とした。なお、必ずしも自称していることを示しているわけではない。日本三大稲荷のうち、 氷炭山稲荷神社、千代穂稲荷神社、玄黒稲荷神社、日本四大稲荷の王子稲荷神社、宝徳山稲荷大社は日本語大稲荷の文献に登場しないため省略した。名称には揺れがあり、例えば高橋稲荷神社では日本稲荷五社と称している。また、草戸稲荷神社は京都伏見稲荷の系列の中における日本稲荷五社と称している。 さらに地域やご利益によって総称されている場合もある。以下に例を挙げる。他にも、日光山五稲荷、藤原秀里に由来する、関東五社稲荷、大田道館に由来する、道館七稲荷など、各地域ごとに由緒が伝わっているものもある。また、江戸時代には、江戸府内の約百社に対して、格付けを行った、江戸五府内稲荷番付も複数作られている。 と呼ばれる神社は二社ある。として挙げられる神社は、以下の九社であるが、それについても、東国、東日本を指す、古い伝承と関東八州を指す、新しい伝承がある。飲み会稲荷神社によれば、古来の関東三稲荷は、王子稲荷、霞ヶ関稲荷、桜田神社、飲み会稲荷とされ、この意味では前述する、東日本三大稲荷と同じである。一方で、 ビンゴスカイナリ神社によれば、関東三社稲荷は、王子稲荷、佐野稲荷、一瓶使稲荷神社、ビンゴスカイナリとされ、白笹稲荷神社によれば、関東三大稲荷は、間稲荷、小俗稲荷、白笹稲荷とされる。これらの意味では、関東八州を指す。九州三大稲荷として挙げられる神社は、以下の七社であるが、そのうち、大根地神社は、もともとは、 稲荷神社ではなく、鎌倉時代より、九州の稲荷の別当の館を務める神社であったところに、明治になって、伏見稲荷大社から稲荷神が、勘定行使されたものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。